日本キリスト教団日本橋教会日本キリスト教団日本橋教会は東京にある日本キリスト教団の教会である。東京日本キリスト公会の創立者の一人であった北原義道の日本橋区川山地の自宅での1873年の集会が始まりである。1879年11月22日に北原家で小川義水の指式により、 日本一日本橋協会という名称で創立した。1880年に初代牧師として北原義道が就任する。東京日本キリスト公会から島近平、谷崎金蔵森田三戸など21名が加わった。1889年には北原が辞任するが、1890年には会員数が200名になった。しかし、 教会の青年たちが組織していた日本橋青年クラブが対立するようになり別の場所で集会を持つようになった。そこへプリマス・ブレズレンの宣教師ハーバード・ブランドが指導するようになった。そこで1891年まで71名が大会しプリマス・ブレズレン派になった。1900年に一番長教会から北山岩を迎えて教会を再建する。 1893年には本銀町に赤レンガ造りの街道を建設する。1912年に関東大震災で被災し街道が倒壊する。1926年に浜町2丁目の現在の場所に街道を再建する。しかし1945年3月の東京大空襲で街道は消失する。1950年再び街道を再建する。 ありがとうございます。